地権とは、明治初期に土地の所有権を示すために、明治政府が発行した証券のこと。1879年発行の地権裏面明治4年12月27日に、東京府下の市街地に対して、地権を発行し、発行にあたって、従来無税であった都市の市街地に対しても、地下100分の1の新税が課せられることになり、徐々に東京以外の都市部でも発行された。続いて、明治5年2月15日の田畑永代売買禁止令の廃止に伴い、これまで控訴の対象とされてきた郡村の土地を売買譲渡する際にも地権が交付されることとなった。こちらは、従来の控訴を引き続き納めることとされた。当初、地権は取引の都度発行するという方式であったが、この方法では全国の土地の状況を短期間に把握することは不可能であったため、同年7月4日に大蔵省立第83号を発し、都度の地権発行を改め、人民所有のすべての土地に地権を発行する地権の全国一般発行とした。この結果、上記の規定に該当しないすべての所有地に対しても、地権が交付されることになった。これを人身地権という。制度導入時における地権作成の法的根拠は、都市部においては、古県庁、農地については県知庁である。人身地権は交付の申請に対し、持ち主、単別、所在などを県知庁等と照合して作成された。田畑では県知庁から地権への転記に際して紛争は少なかったが、村共有の林や入会地では他の村までもがしばしば紛争当事者となった上、公有地地権から進んで官民有区分となる過程で国家による巨大な民有地収奪が行われた。地権の発行は旧来の町名主や庄屋を取り込んだ胡町役場においてなされ、割印を押した一通を所有者本人に渡し、役場で控えを元帳に閉じ込み保管した。この元帳を地権台帳といい、毎年その写しを大蔵省に提出させることとした。この地権台帳が後の土地台帳の基礎となる。続いて、明治6年7月28日に地租改正条例が発布されるとともに、地権制度にも改正が加えられ、人身地権に代わって一筆の地に1枚ずつ交付される。全国共通の地権に変更され、地租改正条例で定められた地下100分の3の新税が課せられた。これ以後の地権を改正地権という。地権における土地の処分制が明治7年1月29日の太政官司令に記されている。ここには近代的、封建的側面をそれぞれ指摘できる。前者においては被戸主の私的自治を認めて、その被戸主が私財をはたいて買い受けた土地や元から所有していた土地は、その被戸主が自由に取引して良いとした。後者においては、家制度を維持するため、被戸主の土地取引には、戸主の連印を要求し、もって家族の土地取引を拒否する権限を戸主に与えた。また、土地の譲渡においては、地権を書き換えるべきものとされていたところ、明治12年2月、これに替え裏書き移転となったが、翌明治13年11月土地売買譲渡規則の制定により、所有権移転は、胡町役場の交渉手続きによって行われることになったため、地権の裏書きは、納税義務の移転のみを示すものとなったなど、制度上複雑なものとなっていた。また、胡町による交渉制により、二重登記、虚偽登記といった問題が頻発した。このため、交渉制度の整備や、登記法の実施8月13日公布、翌年2月1日施行によって、近代的登記制度が、公法的に導入され、地権は、法的な意味合いを失い、明治22年3月22日の土地台帳規則制定とともに廃止された。なお、安政条約後に、外国人居留地において、各国領事が外国人居留者に、永代借地権を交渉するために出したタイトルディードも地権と称されている。ありがとうございます。